よろしくお願いします。さつき姫様のお墓のイメージ。光明のさつき姫様のお墓のイメージ通りの設計は自然とこの織部の茶室のイメージになっている。古田織部という人は利休の弟子であり、美しい和の空間を生かし、閉じ込められた空間に光をふんだんに取り入れ、落ち着いた空間を作り上げた人である。まあこういうイメージになってますね。そうですね、はい。お面を着せられた英雄たちの墓を建て祀ることで無限の力が発生する。太子様は未来の計画のためにさまざまな偉業を成し遂げ、多くの奇跡を起こしてきた。当時坊さんなどは権力者の機嫌を損ねると即座に殺されるなど身の危険がある時代であり、坊さんにとっては厳しい時代であった。太子様は本当は真言経ではなく神の言葉の教えと書く真言経を打ち立てたかったのである。しかしその当時、神の文字が入っている真言経を名乗ると即座に殺される時代であった。そこで時の将軍、権力者が暴走しないように彼らの立派な慰霊碑を作った。そしてそれらを彼らに見せて説明することで彼らの気を鎮めて民衆を正しい道に導くことを約束させた。例えば豊臣秀吉では彼の立派な慰霊碑を建て、彼を呼んで宴を開いてそれを見せて、あなたが人々のために道を切り開いた後、仏様、神様があなたを受け入れるようになっていると話し、秀吉の心を穏やかにしたのである。このようにして太子様は先の未来の人たちを導いたのである。そして当時、朝廷の力によってお目を着せられた時の英雄の御霊が人に宿って生まれてくるという。今ですね。今後、その人たちは英雄の御霊に導かれ、リーダーシップを発揮して、世を牽引して人々を導く力となるという。人のために生きて人のために死んでいく英雄たち、彼らはその時の朝廷の力によって悪者を悪霊に変えられた。そしてそれらの英雄たちは未来の子供たちに自分の御霊を残すのである。我々は最後のターニングポイントであるこの重要な時代に英雄たちに対する人々の誤解を解いてその墓標を立てる。これこそが太子様が考えた無限の道なのだという。太子様は無限、始まりと終わりはやることは一緒だよという。太子様は時の将軍や権力者の立派な慰霊碑を作ることで正しい道に導くことを約束させた。つまり最初は未来に向けての墓を建てた。そして今我々は過去に汚名を着せられ良い死に方をしなかった英雄たちの墓を建てることによって無限の力が発生するという。これね、太子様は未来に向けての、まあいろんなね、これ場からも隠されてるし、一番すごいなと思うのは、自分らが何かの汚名で殺され、命を狙われてる時代ですよね。お坊さんたちが怯えてる時代ですよ。その中に先手を打ってね、わざわざその将軍、これから天下を取るべき人とか、これからね、あの侍としてなんか名が売れるような人たちの、そういう人たちを集めてね、宴を開いて、あなた方は世の中を良くする人たちだって、神の使いでもあり、あなた方は将来仏様になる人たちなんだって、みんなを導いて助ける人たち、そういうような立場の人になるって、生きている今もそういう仕事で追われて大変ですね、ということで、私たちができることは立派な慰霊碑を建ててね、例えばいつどこだかで命がなくなった時でも仏様の道をすぐ入れるように準備をしておきますよっていうものを作り上げたってこと、それによって
攻撃のあれをかわしてったってことですよね、その当時の。そういうことです。戦略家だよね。そう。それを手を打ったんですよな。そこまででも天才なのに、さらにさっきの未来を考えた。未来のことになった時に、自分が経験してるのと同じようなことを味わって、この世に恨みじゃないけど、ね、無念な心を残して死んでいった、その、英雄たちの御霊があると。そういう御霊っていうのは、やっぱり将来生まれてもやっぱり人のために尽くす人たちなんだ。そういう人たちのために、自分たちが記憶のなく生まれてきても、生まれた時に、その、慰霊碑としてね、英雄の慰霊碑がここにあるよって建て祀ってるっていう立派な墓がそこにあるとしたら、未来に生まれたその英雄たちの御霊はね、それを見た時に、その先の未来を良くしようとする。そこまで太子様は読んだ。ちょっと難しい言い方かもしれないけど、要は未来を見据えて作った墓と過去を読んで立った慰霊碑と、それ全て2つを太子様は想像した。それは陰と陽でもあるってことなんですよ。この世の中はね、陰と陽と三の何だかって言うんですね。等価交換じゃなくて。等価交換と皮膚みで成り立ってるって言ってた、うん、その三つで三協、その三、それこそが三協って言ったんですよね。三、うん、の力なんだ、本当の三。その辺はまたね、おいおいね。あとね、おいおい。密度が濃くなる情報があるんで、そう。またおいおいの話です。おいおいの詳しい話あるね。そうだね。だから残ってる、その、まだ出してないやつが、もう目白押しでもすごいの。その資料が溜まってね。で、自分は無責任に寝言言ってるだけだけどね。こう寝言ってこうベラ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 喋って、それテープ起こしして専門の人が見て全部書き直してね、それをこう打ち立ててってる話っていうのは毎日起こってることで、そのまあこういうことをやっていくには無限大なんですよ、話が。小宮さんはね、こうその日の受けた、夜中受けたメッセージ、朝方来て、吐き出すっていう。そう。それをテープで録音しとかなきゃいけない。そう。じゃないと、もう数時間経ったら、もうパーンと忘れちゃう。そう、難しいからもう忘れ、だから、忘れちゃう。後で読まれても、誰言ってたんですかっていうのが、結構あるんですよ。その記憶ね。だから、言って3日ぐらいまではね、なんとか覚えてるんですよ。うん、それだけね、難しいってこともありますよ。そのもん、もうすごい難しいの。うん。だからそういうものをね、こう、ね、常にこう見せられて、それを録音して、まだ書き残して、こうやって資料として、どん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 あるから。追いつかない、そう、こっちが。話が無限大で、もう、どれくらい話せばいいのかってぐらいな情報のもとで話してるから。これ思ってたんだけど、こうまあ自分まとめてるでしょ、綺麗に文章してるんだけども、はい、この内容たるやね、今まで誰も言ってないんだよ多分、うん、で話のその難易度的にはほとんどね、哲学者が書くレベルなんだよ、うん、宇宙哲学とかね、うん、まあそういうレベルで、まあいいでしょう、うん、次いきますか。はい、チャンネル登録はこちら側。